いやはや数も積もれば大となるパーソナリティのオッティです。よろしくお願いします。リアクション動画やっていきたいと思います。今日紹介するのはですね、オーサムシティクラブの忘れなという曲になります。それでは曲の方どうぞ。例えば今おい、ファーストテイクバージョンです。声がいいな。いいね。この耳に寄り添ってくれる感じ、この向かい合って歌う感じって、これも戦いだよねって誰かが言ってたんですけど、ラジオでまさにその通りで歌声と歌声のいつか活大のファーストテイクバージョン。なかなかと、これファーストテイクだもんねもかもかいってできないから難しいな。春の風を待つあの花のように、君という光があるのなら、めぐりめぐる綺麗。めっちゃいいな。めっちゃいい。普通の忘れなももちろんいいんですけど、このファーストテイクバージョンでこの歌声がはっきり聞こえるから、うん、まあたまらんですね。なんかさ、こう街をこう見てたら、結構緑色の髪の毛とか青色の髪の毛とか多いっすよね、うん、このボーカルの方もちょっとこれ青っぽいけど、最近なんか多いよな。そういう YouTuber の影響もあるんじゃない。あー、これなんかやっぱこうインフルエンサーとか結構やっぱ派手な人が増えてきてるなっていう印象はあるけどね。はいはいはい、はい、逆に芸能人、おっさんから、うんうん、おっさんからしたら、はい、うん、ぶっ飛んでんなみたいな。ああ、そう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 。だからそういうのが売りな人が多いんじゃないかな。逆にだって芸能界最近なんか髪型おとなしく見える。だから確かにね。もうこういう原色とかがさ、スタンダードになりつつあるから。でも結局似合ってるから、そういう青色も緑色も。僕はもう全然いいと思うんですけど、ただ、社会人的な目線で言うと、おぉ、ぶっ飛んでんなみたいな。なんか、僕らで言うと、こう、彩香とか、あの、小袋のデュエットソングがすごい流行ったじゃないですか。HY とか。流行ったね。これが、この、忘れなが、ちょっとこう、デュエットソングで、今来てんちゃいます若い人に。超おっさん目線。でもね、これ、時代だね。やっぱり。男の人の声が高くなって、女の人が低い声を出せるようになってますから、時代だね。昔はやっぱ男は低い声で女は高い声出したけど、やっぱ今もう どっちも掛け合いがこう高くなったり低くなったりってできるから、すごいね。シンプルにレベルが上がってんだろうね。レベル上がって、僕なんてもう高い声出ません。低い声一本で生かしてもらってますんで。だからこの忘れなは難しいぜ、カラオケで歌うのは。いや、歌えたね。ありがとうございました。このオーサムシティクラブのあの忘れなという曲なんですけども、2021年、はい、今年発売の曲でですね、なんとこのオーサムシティクラブ、紅白歌合戦に出場が、初出場が決まりました。
いやおめでとうございます。ありがとうございます。なのでね、今日はちょっとこう注目ぴょこっとこうピックアップしてこれを紹介したんですけども、もちろん皆さん知ってますよね。知ってるよね、もう有名な曲だから、うんうんうん、あの花束みたいな恋をしたとか須田将暉さんと有村架純さんがねやってるあの映画とかでも、はいはい、結構こうあの何予告で結構これが流れてたりとか、まあ、YouTube でも、うん、ラジオでもガンガン流れたりしてましたね。でこの忘れなの歌詞で好きなのがね、あの、はい、春の風を待つあの花のように飾らない心でいられたらで男の人が歌って女の人がまた違う歌詞で歌ってくるんですけども、この歌詞がね、うん、いいですね。この飾らない心でいられたらっていう、こうかっこいいね。こんなん普通では言えないけど歌詞にしたらなんてこんなキザな言葉もねいい歌詞に聞こえる、やっぱ素晴らしいですね。ということでね、こういう、まあ、あの僕たちが育ってきた昔の曲も中心にこのリアクション動画してますけども、最近のこういう若い人たちの曲も、うん、皆さんにこう知っていただけたらなと思って、はい、またこういうこともやっていきますんで、ぜひ皆さん、はい、あのよろしくお願いします。今後もね、はい、はい、ここまでのお相手はオッティでした。また来週、バイ。